とりあえず様子見。病には勝てぬか。ちょっと待って、どうなってんだそれ。よいしょ、秋ということで、これはいいですね別に。あ、秋で米が増えた、それでか。これは何に2200。一旦様子見で見るか。そして津軽対最上、まあこれ最上つきましょう。するぞ。最上と伊達が大きくなることはいいことなんでね。で兵を貸してほしい。お、いいよいいよ全然。いやー、金銭かな。お金はいくらあっても足りないでしょう。この城、雪村がもらい受ける。片付けない。まあこんなもんかな。行くぞ。で、ちょっと待ってな。これはいいとして、ここ取られたばっかり鳥羽城。行くぞ。鳥羽城だったらワンチャン人が入る前だったらサクッと取れるんで、これ鳥羽城を迎えます。使いの者が来たようです。そして富武。鉄136,500円を真田家に譲渡する。これ飲んだ方が美味しいな。別に急ぎのようじゃないんで、これ承諾しちゃおう。承諾。この城か。鳥羽城。まあ、でも二つだったら関係ないね。で、このついでに、筒井家に宣戦布告いたします。相手にとって不足なし。助立ちするぞ。まあ、あんま関係ないですね。この金を使って一気に内政強化できると思うんで、行くぞ。この13万は、己を信じて前へ進め。かなり価値のある13万じゃないか。で、城4つしかないけど、徳川とのね、兼ね合いがあるんで、それが厄介ですな。ただ、毛利と浮田、ああ、よかった。浮田領地が少し取られたことによって、毛利がようやく徳川と接してくれてるんで、毛利と同盟結びたいですね、いずれ。全然、通りそうにはないんですけど。そして徳川対毛利、これは不参戦でいきましょう。世の汚れを払い天下に正室をもたらさ。そして三つ葵の密書、まあ、これはあんま関係ないですね毛利くん。で、和豊死亡、春日山に送られてたんだね。じゃあ、まあとりあえず軍事と商業は取るんだけど、いや60付近持ってくんのな、優秀だな。これにて表情を終えよう。で、まあ能力、いろいろ欲しい能力あるんですが、そろそろ徳川との戦を見ないといけないよね。そうなると鉄砲獲得、鉱山鉄砲、鉄砲の数は増やした方がいいな。まあ、こんなもんでしょう。で、まあ、つい優秀なやついるとは思えないんですが、とりあえず筒井家をつついてみよう。そんな感じでいこう。お米は結構溜まってきたんです。徳川と戦しようと思えばできるぐらいには兵糧はあるかなといった感じですね。ただまあうちから攻めかかるわけにはいかないんだよな多分。徳川と、まあ、伊達とかとの同盟もあるんで、伊達と同盟、最上と同盟が切れるとそれはそれで厄介ということで、まあ、これとりあえず筒井家倒しに行きましょう。で、軍が出てきたね。2万。やはり徳川軍強い。行くぞ。うちが有利では戦えないですねこれ。まあ例のに乗っ取り、己を信じて前へ進め。お米減らし作戦で行きましょう。2万いくつも軍を出していたら、まあ、兵糧収入考えるとすぐ落ちちゃうでしょう。伊賀上野まで取れるとね、まあ、準賢者効果を置けるようになるんで、それ考えるとでかいんだよな。ご命令を。よいしょ、感情上げときます。なんか結構感情足りてないケース多いですね。で、福島正則とか今後出てくる可能性あんのかっていうより、お金が結構余裕出てきてるんで、歩兵も全員にさせちゃっていいかなと思います。まあ、適当に雇うでしょう。
そろそろ強い敵しか残ってないんで、もうこの富武とね、筒井を倒したら、あともう徳川と、まあ、福島正則ぐらいしかいないんで、こんなもんですね。いや、でも徳川を弱らすことができなかったのが私の敗因かな。ちょっと近畿取られすぎてるね。兵糧30万。兵糧収入はほとんど追いついてるけど、普通に兵糧の持ってる数が圧倒的に足りてないですね。やっぱ関東の地を治めてるだけあって、米の数が多い。で、2万人軍を維持してるようですが、これ結構米使うんじゃない？ 1 万使ってるんで、あと、まあ、3ヶ月しないうちに落ちるかなといった印象ですね。このまま行きます。そして、長宗我部対徳川。不参戦で行きます。徳川攻めて、おー、いいな。で、徳川領に攻めてんのか。あー、これはでかい。なるほど。行くぞ。出陣する。徳川援軍が、返されたのね、これで。あ、じゃあ効果ありましたね。僕のやってたことは無駄じゃなかった。で、宣戦布告祭りでお米回収やっときましょう。勇気。相手にとって不足なし。助立ちするぞ。よいしょ。で、里見。相手にとって不足なし。助立ちするぞ。あれ、最上ぐらいしかもうやってくれなくなっちゃったな。福島はまだ、富田もまだ、まあ、こんなもんですかね。じゃあ彼らは、まあ、お米回収要員だったんで、こうはしちゃいましょう。で、すっげえ怖いんだけど、同盟延長2年、伊達だね。一応同盟延長しとくか。コイン結ん、いやでも伊達を攻めるって無理だと思うんだよな。コイン締結しよう。様子見て。そうですね、その作戦でいきます。よし。じゃあ、100日。ほい。めちゃめちゃ時間かかるなぁ。兵糧攻めした割にはって感じする。そして、最上と同盟切れになりました。これより表情を始める。まあ、多分通ると思うんで。よいしょ。じゃあ、80、59。お、いや、高山右近ほんと優秀だ。表情を終えよう。そうすると、前田利長を早めに倒したのは正解でしたね。じゃあ、貿易港鉄砲獲得賞。これで、鉄砲の数は結構揃えられやすくなったんじゃないかな。低中性、士気低下。まあ、こんなもんか。ゲチよ。のんびりと行くしかないね。で、あと、宣戦布告できるところ。福島正則ぐらいか。正直、軍出そうと思ったら、兵どれくらい出るんだろう。26,000。あ、十分出るな。あ、十分出ますね。福島家宣戦布告しましょう。相手にとって不足なし。今のうちに、毎回宣戦布告されてた身でもあるわけだしね。で、こういけば、どこで戦ってもうちが有利になるんじゃないかなと思ったんだけど。まあ、正行隊で行くか？どこが一番戦うときに有利になるのかって思ったんだけど。どこで戦っても一緒ですかね。あ、ここ有利ですね、圧倒的に。ただ、正行君出してからでも良さそう、これは。前進せよ。ナコノ城に向かう部隊と、1万5000。多分、北方だったら、出ないっすね。あ、正行そこにいんのか。ならば、まあ普通に素直に1万5000。こっから2万6000。進め！これぐらいで出しましょうか。よいしょ。そして、朝廷からの使い。なんだ、朝廷よ。金1万8000で、チューム大輔。まあ、買っときましょう。よし、講和は通ってますね。で、
同盟締結、よし、通ったね。で、婚姻を伊達と結んどきたいと思います。まあ、今後これがどう出てくるかわかんないけど、3歳か、伊達重真、伊達政宗かな。あれ、政宗ダメだ。じゃあ、重真でいいか。3歳の子供を送りつけてやるか。かしこまりました。ロリータコンプレックス。これで、まあ、最悪伊達がいるんでね、最上攻めはできるようにしときましょう。はい、ということで、まあ、真田信勝くんが郡上八幡に到着したようです。信勝軍に、ここ援軍出さないんですね。まあ、素直にここは、じゃあ、待って、取るでいいのかな。で、富田くんまだですね。よいしょ、このまま行きましょう。30何日だったらすぐ落ちるし。この志、果たさずに死ねるかよ。福島正則が軍出してますね。戦場で死にたかった。まあ、出させときゃいいかなっていう感じかな。よいしょ。ご命令を。で、あとは、まあ、軍が出てるんで、これ、そのまま無視して勝てると思うんで、いやー、表裏卑怯、使う必要ないよな。このまま行きます。この志、果たさずに死ねるかよ。国衆将兵。厄介だな。国衆将兵まで使ってくると、なんか技を使っときたい気はする。けど、勝てる気がするんだよね、ここ。軍技力もさすがに乗るんで、で、これで突破しちゃえば、いや、多分、決戦にならないな。あ、落ちた。落ちるんだ。サクッと落ちたな。じゃあまあこれこのままどんどん下がってきゃいいのか。ここ、24,000。内寄りになってんね、だいぶ。13,000。あ、これ勝てるな。余裕で勝てるな。よいしょ。勝ちは揺るがん。勝ちを重ねて天下を目指す。もうなんか行くぞ。あともう攻め滅ぼすだけって感じですね。で、軍多分多少出ると思うんで、正行隊出しましょう。あんまり時間かけてもしゃあないんで。13,000、まあこんなもんかな。で、筒井が軍出してるけど、大丈夫？筒井そんな軍出る？あと13日で落ちるって言ってるな。で、君は9日、伊賀上野、めんどくせえな。めんどくせえな。それはめんどくさいな。徳川家に宣戦布告して見る。徳川家宣戦布告はありなんだよね、選択肢として。様子見て宣戦布告できますか。多分そんな簡単に動いてこないと思うんだけど。米35,000。うん、徳川家宣戦布告ルートありだな。正直戦ってるんですよね、意外といろんなところ。あー、ダメだ、同盟が切れんのか。伊達とか、そっか、伊達もがみとの同盟が切れちゃう。ってことは、包囲網で倒さないといけない。仕方ないっすね。このまま我慢します。よし、婚姻の申し出通ったね。で、包囲52日。まあ、とりあえずこれはさせるとして。これさ、伊達家に手切れ指示。徳川家康とかできない？あ、交渉を選ぶ、心象が高いと交渉の範囲が広い。これを頼めばいいんだ。かしこまりました。伊達家に手切れ指示してもら、手切れ指示して手切ってもらいましょう。で、福島が交渉、金渡すから許してくれ。さすがにね、14万でしょ。まあ、でかい
額ではあるんだが、福島家はダメだね。拒否だね。富田だったらいいけど、富田んじゃないからな。で、つい、めんどくさいですね。つつい家か。手切れ指示。いや、こっちは残しとくか。できるのかどうかだけ確認して。あ、できるね。徳川と手切れさせられるんで。じゃあまあ、それ狙っていきますか。いざ参る。ここかー、ここなー。あと4日なんだけど。まあ、いいや、負けても。采配次第って言ってるんですけど、まあ、ここは多分勝てないと思うんで諦めます。また軍出せばいいでしょう。今ちょっと福島とかの方が大事かな。徳川家に下った？大丈夫かそれ。これより表情を始め。そして表情。なんか、あれですね。援軍が厄介ですね、毎回。これにて表情を。ほんと徳川の天下って感じ。で、まあ、能力的に欲しい能力がいっぱいあるんですが、いやでも絶対取った方が強いんだよな。この辺。なんか能力適当に取っていきましょう。もしかしたら、取っといたらね、今後に生きてくるかもしれんし。こんなもんですね。で、福島正則部隊をやっつけたら、また、軍を出せばいいかなと思います。今、どうこうする必要はないですね。よいしょ。負けるわけにはいかない。正幸に任せておけば問題はないかな。15日。みんな徳川に心中してんのがめんどくさいんだよな。パパーっと。そして、モガルとツガルが輪を結んだ。よし、逃げたね。じゃあもうこれ、キオスに向かいます。いいね、福島家これサクッと落ちそうだな。福島が落ちれば武将がかなり強いのが手に入るんじゃない。福島正則以外に優秀なのいたはずだけど、あれいるのか。福島正則以外優秀なのいいのか、この家。あー、ダメだね。この城、もらい受ける。落ちないか。まあじゃあ、行くぞ。この部隊をこっち進ませます。するぞ。これはいいとして、そっか、徳川との、同盟切りは通してくれない。で、ちなみにうちとの親善は、まあ下がってはいないね。これこのまま行きましょう。そっか、ここまでしても無理か。半ばででだ。まあ米をご命令を、米をなくせればいいんで、21600、軍さえ出させとけば万々歳ですね。兵糧収入を考えるとこのままいけばいい。待機せよ。9300、意外とあるのよね。よいしょ。これより表情を、じゃあまあ表情ということで、農業と商業取りますか。農商取りましょう。81、53、そして52。これにて表情を。マジで高山ウコンだけは抜いといてよかったな。で、騎馬攻撃力上昇か。独占費用低減。馬産成長速度上昇。この辺のなんかサブ的要素は取っとくか。対鉄砲。こんなもんかな。ゲチよ。で、富田に宣戦布告できますね。じゃ、富田家、宣戦布告いたします。相手にとって不足なし。力を貸してやろう。
これで OK ですね。で、これにより多分ね、富田家の兵糧も突き刺せることができるんで、一石何十鳥の策ですね。よいしょ、桐山御所を包囲してる軍に反応して兵が出続けるんで、そこで兵糧がなくなるという寸法だ。どうだ、お、清須突破ということで、福島家を滅ぼしました。どうだ？おお、あ、でも福島正則ぐらいしか優秀なのいないな。しかも、地略低いですね。まあ。まあでも、徳川家から福島正則を引き剥がしたと思えば、全然いいかな。まあ、ありがたく、登用いたしましょう。うちに侵入してくれるんでね、彼は。で、まあ、部隊余ってるんで、これこのまま海渡らせましょう。前進せよ。鳥羽城を向かわせて、行けばいいかな。で、君何人出てくんの ?3 万厄介ですね。3万出てくるっつってるけど、君らお米ないでしょ。知ってる。お米がないっていうことに。一応交渉だけして。交渉だけするか。全面でいいぞ。あ、ダメ。交渉意味なかったな。じゃあ、こいつらが、それぞれ米をこれだけ出してるっていうことは、僕としてはもう、その情報さえ聞ければ満足なんで、あとは、米が尽きた方を攻撃しようかなと思います。まあ、普通に考えたら、こっちだろうね。先に尽きるのは。17,000、うん。使いの者が来たようです。つい。無条件拒否します。まあ、9月になるけど、そして浮武対徳川、さすがに不参戦でいきます。待機せよ。ご命令を。よいしょ。じゃあまあ、とりあえずこのまま行きましょう。我に続け。そして最上の策。なんかもう兵数だけだと非常に厄介ですね。行くぞ。で、またなんか出陣するぞ。軍が引いたんで。11,000。はあ、なるほど。変なのに反応したんだね。じゃあまあ、海の上待機でいいんじゃないこれ。出陣するぞ。よいしょ。これでいきます。待機するぞ。桐山御所に到着。方位30日。サクッと落ちそうだな。あ、また軍が出てる。2万。あ、これだけでも軍を出させられれば。じゃあ引くふりだけしてと。これでお米が減るっていう寸法だ。まあせこい作戦ですが、こういったね、まあ、努力は重要だと思う。で、お米はどう？残り4万。まあ12,000あったのか。なんで一つしか城持ってないのに兵糧収入こんなあんだし。よいしょ。どんどんね、集めるのが大変になってくるから、これ。米が切れたところを狙いましょう。で、まあ、米がそろそろなくなる家を、8000。よし、いいな。このまま行きます。そして、津軽対最上。まあ、最上つきましょうか。引き立ちするぞ。どうだ？よし。行くぞ。米がなくなったのを見計らってここで行きましょう。進め。5400って言ってるけど、もう軍がそんな寝れないと。戦で死ねぬか。志果たせず散るか。ゲチよ。作戦成功ですね。行くぞ。でここで戦うと、まあ、まあ問題ないですね。よいしょ。勝ちは揺るがない。勝って兜の王子。このまま行きます。そして、最上対津軽。津軽勝利か。ただね、これ、最上伊達だよな。どうやって攻めるかっていう、問題点ではある。
非常に厄介な感じなんですが、30日、包囲網がな、打てればいいんだけど、包囲網打てないんですよね。いざ参ろう、前進せよ。で、米がなくなったのか、富田家兵を引いたと。ようやく城が取れますね、鳥羽城。44日強行、楽ちんだ。よし、突破ということで、筒井家は真田家によって滅ぼされました。まあ筒井のやつらは、あ、でも高いぞこいつ、柳生さんそこそこ優秀といった感じかな。このまま中山御所まで行きましょう。よいしょ、よし、桐山御所に到着。32日、まあ、じゃあ1日待って交渉か、行ってこい。81、池田長雪かな。あ、全面通ったわ、楽ですね。で、これによりもう徳川ぐらいしか敵がいなくなりましたね。で、ま、そして正幸様、徳川家を疎む者が多く、包囲網結成の機運が高まっております。その名手として名乗りを上げますかと来たんで、あげます。徳川包囲網ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。